売れる前と今とじゃなんか違う。なんだよそれ、つまんねえ質問だな。恥ずかしくないの？俺の作品盗んで。ヨウちゃんが好きなんだよ。全部俺のせいなの？何やってんの？ああ、ゴマッチのことどう思ってんの？めんどくさいんだよ。カツくんがゴマッチ好きなのは分かったよ。だったら付き合ったらいいじゃん。いいよ、お似合いだよ。俺はヨウちゃんと付き合ってるから。振られてんだよ。だったら今から別れてくださいって言うから、それでいい。なんなんだよお前。だから邪魔なんだよあいつ。小説書くのに邪魔なの。は？小説書くのに邪魔なんだよ。だったら小説なんて書かなきゃいいだろ。そういうわけにはいかないんだよ。誰もお前に小説書いてなんか頼んでねえよ。そういうわけにはいかねえんだよ。お前の小説読みたいやつなんかいねえんだよ。そんなことねえよ。お前のゴミみたいな小説読みたいやついたか。読んでねえだろ。読まなくたってわかるんだよ。読んでないお前に何がわかるんだよ。めんどくせえとか言って俺からもゴマチからも逃げてるようなお前なんかにいい作品書けるわけねえんだよ。そんなこと書くことには何にも関係ないんだよ。逃げてんじゃねえぞクソが。そんなことに時間取るのがもったいないからだよ。そんなこと？大した才能もねえくせに偉そうに。うるせえ。年より才能ないくせによくお前続けられんな。お前哀れだよ。もうやめちまえよ。才能ないのなんか分かってるんだよ。は？才能ないからもがいてるんじゃないか。才能ないから大変なんじゃないか。だったらやめろよ。やめれるならもっと前にやめてるんだよ。ゴマッチだってゴマッチと会ってると小説のこと考えられないから。別に俺だってもっと自信持ってかけてたら。自信持ってかけてたらなんだよ。かけてたら違った。お前にだって俺の作品見せることができたんだ。は？お前が来た時、俺？お前が昔の俺だって気づいた時、ものすごく怖かったんだ。ヨウちゃん、俺は6年前のお前を覚えてるんだ。お前のことを覚えてるんだよ。だから俺には力がないこと、俺には才能がないかもしれないことを伝えることが怖くてできなかったんだ。大丈夫、俺旬だから。バイトも削ってゴマッチとも合わずに必死に書いたんだ。ただただ必死に書いてたんだ。なのに結局お前に自分の作品を見せることができず、年みたいになれって思った。大丈夫、旬だから。お前は俺みたいになる、年みたいになれって。頼む、気づいてくれ、俺は旬だ。そんなことをもう作家はもう終わってるんだよ。俺の人生はそう思った時点でもう終わったんだ。だから勝君、本当は俺だって分かってるんだよ。俺はもう終わってるんだ。トシ、期待してくれてたのにこんな結果になってごめん。お前もこんな俺でごめん。お前の未来が誰か教えてあげて、俺が死ぬんだって。俺には書くことしかなかった。俺には何もなくなっちゃった。俺にはもう何もないんだ。どうすればいいんだ。どうすればいいんだよ。俺はどうすればいいんだよ。大丈夫だよ、ヨウちゃんは大丈夫なんだよ。ありがとう。どうだった？どうだった？ヨウちゃんの常識をぶっ壊したかったんだけど、壊れた。うん、よかった。頭がぐちゃぐちゃだよ。今日あったことを全部
忘れないでね。え？面白いもの書くんだよ。誰も無視できないくらいの。終わってないから。陽ちゃんはここからが始まりなんだよ。俺は陽ちゃんはストイックすぎるんだよ。でもまあそこがいいところなんだけど、陽ちゃんバカだから、陽ちゃんバカだから、陽ちゃんバカなんだよ。そんなにバカじゃないよ。面白い作品待ってるから。ありがとう。じゃあもう一回やり直そう。え、勝兄には悪いけどまだ好きなんでしょ。え、彼女まだやり直せるでしょ。連絡してあげな。さっき電話したからもう来るよ。うん、ありがとう。陽ちゃんバカなんだよ。そして俺もバカだ。なぜこのタイミングで彼女の話なんてしてしまったんだろう。なんだこの心に来るダメージは。どっち？お前ノックぐらいしろよ。ごめん陽ちゃん。ここでしょ、ここで男を見せるんだよ。俺はバカだ。なんだこの心に来るダメージは。折れないで、好きな男の結末をちゃんと見送ってあげよう。誰？俺の弟とその彼氏。彼氏？元彼だよ。そここだわらなくてもいいじゃないか。ごまっち。陽ちゃんごめん、連絡取らずにごめんね。ほんとひどいよ。でもね、俺やっぱりまだごまっちのこと好きだ。勝手なこと言うけど好きなんだ。ありがとう。私さ、陽ちゃんが私と連絡取らないでストイックに小説書いてること知ってたんだ。だから私もなんか始めてみようと思って G ペン買ったの。漫画を書くペンなんだけど、うん、私さ、陽ちゃんがあんまりにも待たせるから今漫画書こうと思ってて、アシスタントの足に勝くん使おうと思ってるの。アシスタントの足ってなんだよ。俺はまだやるって言ってねえぞ。え、ごめん、続けて。うん、でね、電話してもメールしても反応なかったじゃない。ごめん。だから連絡来ない時期は辛くって、世界のカップルが全滅することばっかり考えてたの。だから私もそういう漫画描きたいなって思ってて、そう思ったら気持ちがだんだん楽になってきて言えなかったんだけど。聞きたくない。勝くん頑張ろう。勝くんも頑張ろう。俺を連れよ。どし俺勝兄のこんなところ見たことないんだよ。乗り切ろう、ここみんなで乗り切ろう。ごめん、続けて。はい、私あれからいろいろ考えて、前に進もうとすることで気持ちってだいぶ楽になるんだなって思って、うん、漫画家になろうって思い始めたらどんどん前向きになってって、なんか当初にあった大好きな気持ちってまだあるかなって思うようになって、それでやっぱり支えてもらいたいかもって思うようになって、そしたら私の好きな人ってもしかしてってなっちゃって、だから付き合ってる人をどうにかしないと何人も先に進まないなって思ってたのに、陽ちゃんと会うこともできなかったから今日ようやく言えるの。え？別れてください。え？何？え？何？今回散々勝くんが助けてくれて告白までされてるんだよ。知らなかった？え？まさか。ようやく陽ちゃんとのこともちゃんと区切ることができたからもう大丈夫だよ。勝くん好きです、付き合ってください。え？俺？なんてね、冗談。え、なんだこの女。シャレにならないぞ。いや、え、嫌だ、嫌だよ。どこからどこまでが冗談？
ございました。それですね、DVD を出しますんで、もしよかったら、あのおまけ映像が盛りだくさんので、DVD をこちら、あの見て買ってみてください。買わないとちょっと見れないですけど、買ってみてください。あとですね、あの僕ら成長しました。ありがとうございました。劇団スカッシュビンゴの旅、関西に行きます。スタートでーす。神は俺は何なんだ。